ボルプス米では、ドイツ連邦共和国にダーザク先州、オスターホルツ郡に属す、町村である。この町は、ブレーメンの北東、ハンメ川に面しており、トイフェルスモアの中に位置している。この町は、州の保養地に指定されている。町は平地に囲まれた、高さ54.4メートルの丘陵を、バイアーベルク沿いに位置する。最初の入植は、青銅器時代にまで遡る。 この町は芸術家の生活、創作共同体としてのボルプスベで芸術家コロニーで知れられている。ボルプスベで芸術家の家奨学金機構は2009年までドイツ最大級の奨学金団体の一つであった。ボルプスベでには数多くの文化施設やギャラリーがある。現在の自治体ボルプスベーの長域には元々23の村落があり、 それぞれが独立した自治体を形成していた。1920年代と1936年に多くの自治体が合併し、自治体の数は八町村にまで減少した。1974年3月1日に他の7つの町村がボルプス米でに合併した。この8つの旧町村は現在ボルプス米でのオルトシャフトを形成している。 ボルプスベーデに隣接する市町村は、北東がグナレンブルク、東がザムトゲマインでタルムシテットに属すブレッドルフ、ヘプシテット、タルムシテット、南がグラスベルクとリリエンタール、西がオスターイコールシャルムベック、北西がザムトゲマインでハムベルゲンに属すホラー像で、である。11世紀にオスターホルツ修道院の所領内に漁村が形成された。 この集落の最初の文献記録は1218年である。30年戦争の間、1627年からボルプス米ではブレーメン大司教のカトリック皇帝軍に支配された。1630年にスウェーデンがボルプス米で周辺地域の軍事力を獲得した。1648年、ボルプス米ではヘッセンイエシュベーゲホウハク・フリードリヒに譲渡された。 ハノーファー選定校の依頼により、ユルゲン・クリスティアン・フィンドルフが1750年頃から、トイフェルスモアの大規模な干拓と植民に着手した。これにより、ホイドルフ、ヒュッテンドルフ、シュルースドルフといった集落が形成された。1764年に13の工作地があった、ノルトベーデ村は、最初の入植者が仕立屋であったため、地元では、スニーダードープと呼ばれた。 1889年にボルプスベーデ芸術家コロニーが形成された。国家社会主義はボルプスベーデにおいても地盤を固めた。1933年3月の国会議員選挙においてボルプスベーデでは66%の票が NSTP と戦線黒白赤に投じられた。これに対して社会民主党や共産党の得票率は16%に止まった。 こうした発展は、ボルプスベーデにおいては、民族思想に忠実で、国家社会主義思想に共感したフリッツ・マッケンゼン、カール・ウプホフ、マルタ・フォーゲラーといった芸術家たちの強度や自然を崇拝するカルト思想によって強化されていった。一方、ハイン・リヒ・フォーゲラーや、フォーゲラーの娘マリーと結婚した、グスタフ・レグラーといった、サハ思想家は、移住を余儀なくされた。強度、 自然崇拝のカルトは最終的にドイツ精神史の保守的で国家主義的潮流に回帰する。その起点にはヘルダーやロマン主義者があると定地ドイツ語学者クラウス・シュッペンハウアーは書いている。そしてシュトローマイヤー、アルティンガー、クロークマンは2000年にチトドというスローガンに象徴される無条件の純血信仰の盗作について研究を行った。 こうした状況やユダヤ系住民の排斥については、アニングレ霊面事幾章の受言インワープスウィードに、承実されている。1976年11月9日、ボルプスベーデ地区は、州指定の保養地に登録された。ボルプスベーデの住民の多くは、福音主義イコールルター派、福音主義イコールルター派、ハノーファー教会に属している。ローマイコールカトリックを信仰する住民は、 ボルプス米でのマリア・フリーデン礼拝堂が属す、オスターイコール・シャルムベックの聖家族教会区に組織されている。この他に、これらに属さないキリスト教系グループや自由教会がある。例えば、バプテスト教会、プリマス・ブレザレン、新首都教会、イスラム教徒である。また、無宗教のグループが増えつつある。ボルプス米での 町役場ボルプス米での町議会は24議席からなる。これは人口9001人から1万人の自治体に対する議員定数である。24人の議員は5年ごとに改選される。町議会では上位の議員の他に町長が投票権を有している。ボルプス米での町長は2001年から無所属の法律家ステファン・シュベンケが務めている。 2014年の町長選挙では対立候補がおらず80.5%の支持票を獲得して再選された。この選挙の投票率は49.3%であった主弁家は2014年11月1日に再び町長に就任した。ズンガラ、白地。基部は身部の緑の山。その山の中にそこの丸い赤い小立がある。 小建ての中にはさらに小さな銀の盾が3つ配置されている。長部は赤で、その中に銀の百り、その両側にそれぞれ4つ両形状に配置された金色の木組みの家が描かれている。解説、この文章にはボルプス米での歴史が反映されている。1223年にザクン船港及びライン宮中ハインリヒは、 オスターホルツ修道院に4つの農場を寄贈した。1225年頃には、ブランデンブルク辺境白マルガレーテは、オスターホルツの教会に、ボルプス米で半島の4つの農場を寄進した。これらの8つのボルプス米での農場は、紋章長部の赤字に、金色の家屋として描かれている。8つの家屋は、ボルプス米での8つの地区を象徴してもいる。ユリは、 オスター・ホルツのマリエン修道院を象徴している。緑色で表現されたバイアーベルクは銀字によって、長部から配色上分離されている。1884年のフリッツ・マッケンゼンによる芸術上のボルプス米での発見は、バイアーベルクの中に銀色で縁取られた芸術家のツムフトの紋章によって表現されている。芸術家のツムフトの紋章には、建築家、画家、 彫刻家の三つの芸術を表す小さな盾が描かれている。ボルプスイでは、ニーダーザクセン、ブレーメン自治体連合に加盟している。ニーダーザクセンシュタイン・バイアーベルクに設置されている高さ18メートルのレンガ製のモニュメントである、ニーダーザクセンシュタインは遠くから見ると、わしのようにも見える。このモニュメントは、第一次世界大戦で戦没した、この地域の兵士を記念している。 このモニュメントは1922年に建築家、ベルンハルト・ヘッドガーのデザインに基づいて制作された作品で、ドイツで唯一の表現主義による大型造形作品として、芸術史上重要な作品である。ニーダーザクセンシュタインの建設は、大変に困窮し、食料品にもことかく時代に行われたため、当時は賛否両論であったが、 現代においても元々の戦争記念碑という役割のために議論となっている。バルケンホフ元々はボルプス米での農場であったバルケンホフは1895年に芸術家ハイン・リヒ・ホーゲラーが購入し、数年のうちに有限としている様式の印象的な建物に改築した。この建物はすぐにボルプス米で芸術運動の中心地となり、 ボルプスベイで芸術家コロニーが形成された。第一次世界大戦後、バルケンホフは1919 19年にコンブネウント・アーベシュル・バークノフとなり、1923年からは1932年に閉鎖されるまでローテ・ヒルフェの子供の家として使われていた。1932年にバルケンホフは造園家で人知学者のマックス・カール・シュバルツに買い上げられた。 彼は生活改革者のレベレヒトミッテを介して、ボルプスベーデにやってきた。彼はここで1932年から1936年まで、エンジニアのマルティン・シュメットと共に造園及び、入職学校ボルプスベーデを運営した。この学校では、人知学志向の教師と共にバイオダイナミック農法を学び、研究した、シュバルツは、バイオダイナミック農法及び造園業。 大気化のパイオニアとみなされており、ゲルトナー法不思想の発案者で奨励者であるとされている。シュバリッツは1954年にドルナハのゲーテアヌムの景観庭園を造園した。その後この邸宅は荒廃し、1981年に公的機関の手に渡った。2003年、2004年に根本的な修復がなされた。これ以後この建物は博物館及び、 祭事スペースとして利用されている。隣接する倉庫は2009年末までバルケンホフ財団の小学生のアトリエとして利用されていたハウスイムシュルーの建物。画面左奥が住居、右が工房である元々湿地の村、リューニングゼーに立つ小屋だったハウスイムシュルーは1920年にハインリヒ・フォーゲラーの最初の妻であったマルタ・フォーゲラーによってシュルーに移築され、 その経済的援助により改築された。この頃彼女はバルケンホフを離れ、3人の娘マリール・イーゼ、ベッティーマルタと友人のルートビヒ・ボイマーと共にハウスイムシュルーに移り住んだ。現在ここには3棟の足吹きの建物が建っている。マルタ・ホーゲラーの住居、工房、現在はペンションとなっている一番小さな建物の3棟である。住居と職不工房では、 バルケンホフからの調度品、絵画、エッチング、陶器、家具が、ハインリヒ・コール・フォーゲラーコレクションの主要部分を形成している。ハインリヒ・フォーゲラーの作品やこの地域の工芸品の入れ替え展示がコレクションを保管している。ボルプスベイデ・クンスト・ハレ地元の製本家、フリードリヒ・ネッツェルは彼の店と隣のスペースをボルプスベイデの 芸術家たちが展示、販売目的で利用できるように最初に提供した。その息子のフリードリヒネ・ツェル二世は、1919年にベルク通りに一軒家を建設し、現代美術を展示するギャラリーとした。美術賞の傍ら、美術コレクションが形成された。このギャラリーオーナーが1945年に亡くなった。あと、その妻は、戦後の困難な時代に経営を続け、 息子のフリードリヒネッツェル3世に引き継いだ。ここでは、家族が3世代で形成したコレクションの他に、ボルプスベーデを全国的に有名にしている特別展示を開催している。例えば、1972年、1973年、1989年には、当時としては初公開となるソビエト時代の作品を含むハインリヒ・フォーゲラーの作品展を開催し、 1976年にはパウラ・モーダーズ・ゾーン・ベッカーの生誕100周年を記念した大規模な展覧会を、1989年には芸術家村100周年記念特別展を開催した。ギャラリーのオーナーでコレクターであったフリードリヒ・ネッツェルの死後、その希望により、コレクションを将来にわたって維持する財団が設立された。ボルプス・ベイで芸術財団、フリードリヒ・ネッルは、 個人ベースの協力者やボランティアによって運営されている。ボルプスベでクンスト・ハレのコレクションの中には、例えば、フリッツ・マッケンゼン、オット・ーモーダー・ゾーン、ハンス・アム・エンでフリッツ・オーバーベック、ハイン・リヒ・ホーゲラーの作品や、現代芸術家、オッキリー・ライレンダー作品の大規模な長期、対応品が含まれている。芸術家、第2世代では、ゲオルク・タッペルと、 アルベルト・シューストル・アーディング、ウード・ペータース、アルフレート・コルマー、テテウス・ストゥーゲル、ブラム・バンベルデ、リーゼル・オッペル、リヒャル・ト・イルツェラの作品が展示される。フリード・リヒメクセペル、ハイニ・リンクス・ヘンダー、ウーベ、エ、スラーといった現代のボルプス・ベイでの芸術家の作品も展示されている。カフェ・ボルプス・ベイでカフェ・ボルプス・ベイでは、バイアー・ベルクの麓にある、 表現主義様式の建築である。この建物はグローセ・クンストシャウを含むレンガ建築アンサンブルの一部をなしており、1925年からカフェ及びレストランとして利用されている。1970年代までこのカフェはホテルと接続していた。この建物は地元ではカフェ・フェア・リュックトとも呼ばれる。それは建築家で芸術家のベルンハルト・ヘトガーがきちんとした 設計図なしに直角の角がない建物を建て始めたため、ボルプス米での人たちには行かれた建物と思われ、それ以降これがあだ名となったのである。ヘトガーはこのプロジェクトのために10万帝国マルクの資金を調達し、独創的な建造物を建設した。このカフェは2002年にドイツ文化財保護協会によって修復された。これにより、 重要な細部が復元された。このカフェは2019年の2月から閉鎖されている。ロゼリウス美術館、グローセクンストシャウ・ボルプスベイでは、バイアーベルクの麓にあるカフェ・ボルプスベイデを含む表現主義様式のレンガ、建築アンサンブルの一部である。常設展示では、ボルプスベイデの芸術家の作品が部分的に入れ替えながら、選抜展示されている。 グローセ・クンストシャウ・ボルプス・ベイでは2008年に改修を終えて再開された。クンストシャウの建物の隣に立つ1971年製の旧ロゼリウス美術館は改修、拡張され、新築されたガラス張りの接続棟とともに2011年から現代、近代芸術の展示スペースとなっている。モーハウス美術館はヘムベルガー通り19番地の 画家の夫をモーダーゾーンとパウラ・モーダーゾーン・ベッカーがかつて住んだ家に入居している。ここにはモーダーゾーン・ベッカーの作品やいくつかの調度品などが展示されている。近代的な増築部分はボルプス・ベイで第一世代の画家たちの作品を展示するためにも用いられている。ボンツェデス・フモールス・ボンツェデス・フモールスは笑っている。仏陀の像でカフェ・ボルプス・ベイで横の駐車場近くにある。 この石造りのモニュメントはカフェ・ボルプス・ベーデやニーダーザク・センシュタインと同じくベルント・ヘトガーによって1914年にデザインされた。この像は15のマジョリカ陶器のシリーズから作られた。ヘトガーはダルムシュタットのマチルデの丘で活動していた頃、対比のペアのシリーズを創作していた。これによって彼は、例えば信仰、希望といった日の面と、貪欲、怒り、 像といった影の面からなる人間の先と影を表現しようとした。この仏陀は日の面を表現した像である。影の面である怒りの像はわずかな距離にあるグローセクンストシャウ・ボルプス・ベーでの階段脇にある。この2体の像は当初ヘトガーのボルプス・ベーデにおける最初の住まいであるブルネン・ホーフの公園に設置された。ここでは オラングとウータンという名前で住民に知られていた。ブルネンホーフは1923年に消失し、1924年に、その後地に所有者の夫の名にちなんでディードリヒスホーフと呼ばれる新しい建物が建設された。この建物は1953年からブレーメン郷土教会に属している。数多くの像を有する庭園は、手入れや修復がなされ、後に、 芸術家の栄誉をた,たえて、ヘトガイコールガルテンと呼ばれるようになった。盆ェをはじめとするいくつかの立像は、他の場所に移された。カウフハウスシュトルテ・フィンドルフ通りのカウフハウスシュトルテは、およそ200年の伝統を持つ、この村で最も古い商店である。創業は1824年である。ボルプスベイでの初代の牧師の子孫が、教会の麓の牧師倉庫にあった店を手放して、 建設させたものである。多くの教会参拝者がこの建物を食堂や日曜日の買い物に利用した。ボルプスウェーデがさほど重要性のないドロシッチの村から世界的に知られる芸術家コロニーに発展したのは商人のシュトルテや特に娘のエミリー・シュトルテのおかげである。ミミ・シュトルテは1884年にデュッセルドルフで知り合った画学生。 フリッツ・マッケンゼンを両親の家に招待した。最初の訪問から何度も訪問を重ね、マッケンゼンは画家仲間と共に1889年からここに住み着いた。これを核として芸術家コロニーが形成された。建物の入り口に設置された案内板とマッケンゼンの肖像がこうした歴史を物語っている。ケーゼグロッケボルプスベイでのケーゼグロッケは バイヤーベルクに立つドーム型の建物で1926年に作家のエドビン・ケーネマンが建設した。建築家、ブルーノ・タウトは1921年にマクデブルクの住居と職場のためのチューブ、ドイツ展覧会の設計を雑誌フリューウリクトに発表した。この中でケーネマンが改築したこのアトリエの建物も紹介されている。ボルプス米でのシオン教会バイヤーベルクの シオン教会は、7年戦争中の1757年から1758年に建設された。ハノーファーの宮廷建築家、ヨハン・パウル・ホイマンの設計に基づき、ドロシッチ開発技師のユルゲン・クリスティアン・フィンドルフが、試行を担当した。ハノーファー選定校で、イングランド王のゲオ・オルク2世が、資金援助を行った。 簡素な外観のこのザール・キルヒエには、ロココ装飾が施された、説教団が設けられている。注目すべきは、二階席の柱の間に描かれた、天使のプットや花の装飾模様である。これは、当時画学生であったクララリルケイコール・ベストホフや、パウラ・モーダーズ・オンベッカーの罰として課題であった。二人は、1900年に、教会の鐘を打ち鳴らし、これが、 火災の警報と誤認されたのであった。1762年にディートリヒ・クリストフ・グロガーがオルガンを製作した。このオルガンは現存していないが、2011年、12年にグロガーのコンセプトに従いヘンドリーク・クアーレントによってオルガンが再建設された。この新しいオルガンは22のストップを備えている。バロック様式の先頭部の下にある白いカラーが、 遠くからも見ることができる教会塔は1798年に教会の東側に建設された。この教会塔は他の教会と同じようにボルプス米で芸術家コロニーの画家たちにとって不可欠のモチーフとなった。フィンドルフが設計、施行した墓地が現在も使われている教会墓地である。美しい立地と姿から多くの訪問客の目的地となっている。 約80人の重要な画家、作家、音楽家、美術賞がここに最後の暗息の場を見出した。その中には、ボルプスベーデを芸術家村として発見したフリッツ・マッケンゼンやパウラ、モーダーゾーンベッカーも含まれている。彫刻家、デザイナー、画家で、さらに建築家でもあるベルンハルト・ヘイトガーによって1916年から1919 19年に制作された。 1907年に創生したパウラ、モーダーゾーンベッカーの墓碑は、ボルプスベイでの墓地を訪れる人に特別な魅力を放っている。この墓碑は、石星のハンの沈み込んだ等身大の婦人像をいただいている。婦人像の腰の上には両手でリンゴを持つ小さな裸の子供がいる。この像は、子供の誕生の数日後に亡くなった、この女流画家の運命を表現しており、 成長と衰退のサイクルを象徴している。ボルプスベでの風車、ボルプスベでから半名へ向かう街外れに1701年からライ麦専用の渦を備えた回転台付きの風車があった。1838年に現在も完全に稼働可能なオランダ式風車に建て替えられた。この新しくて大きな風車はライ麦、小麦、 引き割り麦用の三つの薄を備えていた。この風車は1888年に製粉業者、シュベンケケの所有となった。厳しさを増す競合を勝ち抜くため、何度もオーバーホールが行われ、その時々の近代的な技術水準に合致してきた。1986年の創業停止以後は、フロインデ・ボルプスベイデ EV がこの風車を管理している。 このボルプス米での象徴的建造物は、画家たちのモチーフとして用いられた。高さ9メートルのノイヘルゴラント展望塔は、ボルプス米での西約2.5キロメートル、ベイク川が合流する直前の半目川北岸の、ノイヘルゴラントから近い場所にある。この展望塔は、オスターイコールシャルムベックに建てられた、アンデンポストビーゼン展望塔、インデンリンテラーバイデ展望塔に次ぐ、 プロジェクトハンメニーデルングに伴い鋼鉄製の第三の塔として建設された。展望塔からは、ボルプス米で、バイアーベルク、及びハンメニーデルングやトイフェルスモア、さらには、ブライテスバッサー自然保護区といった周辺の自然や風景を一望することができる。キルヒベルクに隣接するバイアーベルクの丘に、ユルゲン・クリスティアン・フィンドルフの記念碑がある。このオベリスク型の記念碑は、 すべてのドロシッチ開発の父がこの地域で成し遂げた特別な功績に感謝し、語り継ぐ者として建立された。例えば、ブレーマーフェルで、オスターホルツ、オッタースベルクの間の多くの村落の建設は、ハノーファー選定校でイングランド王ゲオルク2世及びゲオルク3世治聖火の湿地開発委員であったフィンドルフの成果である。彼は、オスターホルツ校と、 港湾運河を建設し、ハンメイコールオステ運河を改作した。ボルプスベーデのシオン教会建設の際には自ら建築を指導した。隣接するグラスベルクやグナレンブルクの教会の建設計画も彼によって立案された。鉄道とボルプスベーデ駅ボルプスベーデ駅ボルプスベーデ駅は鉄道シュターデオスターイコールシャルムベック線の駅である。列車は 5月から10月シーズンの土日祝祭日にのみ、シュターデからブレーマーフェルで、グナレンブルク、ボルプスベーで、オスターイコールシャルムベックを経由して、ブレーメン中央駅まで運行している。駅舎は1910年にハインリヒ・フォーゲラーによって有限としている様式で設計され、建設された。フォーゲラーは建物の建設だけでなく、内装全体までデザインした。 ボルプスベーデ駅は1978年に完全に修復され建設当初の状態に戻された。現在ここにはレストランが入居している。バス交通ブレーメン、ニーダー作ク交通連盟の地域バス670号線がボルプスベーデとブレーメンとを結んでいる。週末の夜間には N67 号線が1時間ごとに運行し、ファルケンベルクで ブレーメン市でに4号線に接続している。この他にオスターイコールシャルムベックからブレーマーフェルデへ向かうバス路線640号線がボルプスベーデを通っている。2010年11月15日から住民バス612号線と616号線がボルプスベーデとグラスベルクの一部とを結んでいる。このバスは月曜から金曜の日中に2時間間隔で運行している。 ありがとうございます。